皆さんこんにちは。今日はですね、こちらのアダム・ホーカーに来ています。ホーカーは実は、初デビューなので、このですね、ちょっと今日は新しい、帽子で来てみましたけど、どうでしょうか。このかわいいかな。ちょっと大きさが足んなかった、ちょっとちっちゃかったけど、まあいって今日はこれね。じゃあということで中の方に行ってきます。今日はね、リサちゃんと来ててね、またね、またこんなんで目立つから、やばい、ちょっとでも大きさが足りんかった。古い人こちゃうね、ほらもうこんな目立つ。みんなもみんなじろじろ見てるから。今から、ね、中に入っていきたいと思います。今回行くアダムフードセンターはシンガポールにある人気の屋台がたくさん集まる場所です。現地の言葉ではホーカーと言われるところです。今日はホーカーの中でも人気のアダムフードセンターで美味しいシンガポール料理をご紹介していきます。こんな感じでホーカーってますけど、クラーヌードルってどこなんやろ。どれなんやろ。今リサちゃんが美味しいとか聞いてくれた。みんなもうローカルの人めっちゃ見てます。赤社長の出現にもこのホーカーセンターが揺れ動いてます。こいつは何なんや。これ帽子が下がってきた。ねえねえ、すごい見てるんだけど、みんな目線が厳しいね。え、大ちゃん今からおすすめ聞いて。メニューがいっぱいあるからさ。はい。はい、こんにちは。こんにちは。So what recommend? So prawn noodles. I'm first time here. Yeah. What recommend? Recommend prawn noodles. With soup. Spicy. What spicy? Spicy. 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 Yummy, yummy. Yummy, yummy. Okay. Konnichiwa or Japan or my Una soup. Yeah, so soup. I don't like spicy. Yeah, soup. Okay. Okay, okay. You want the two? Ah, you want the $6 or $10? $6 and $10. Hmm. Which difference? So $10. Big prawn. Ah, big prawn. ねえねえ、でも。ドライはもう辛すぎるって言われた。辛いからでかいやつ、でかいエビとちっちゃいエビの2種類にした。うん、え、でもドライも食べたい。食べたい。じゃあごめん、もう一回。じゃあビッグプラウンでスープにして、うんうん、ドライで一個ちっちゃいのにしたらどう。オッケー。おー、リサ、こんにちは。リサのビッグワン。わー、そう、ビッグワン。おー、can we see? Shrimp. わー、very nice. Very nice.今からこのクラウヌードルを。これがエビヌードルね、大、はい、ビッグ。辛そうなの。美味しい。めっちゃ赤いんだけどこれ。さっきノースパイシーって言ったやん。美味しい。美味しい。めっちゃ上品に食べてる。うん、美味しい、美味しい。2カ所から取られる。うんうんうん。美味しい、美味しい。美味しいです、これ、やっぱり。ビッグエビ。これで10ドル。はい、10ドルな。10ドルな。で、これが普通のサイズで7ドル。はい、7ドル。で、これはドライで、ドライヌードルスープで、ここにスープがついてる。エビの出汁。で、これがキャロットケーキっていう、うん、キャロット大根餅みたいな、ね、キャロットじゃないね。キャロットって大根とあの米粉を混ぜたもの。これがホッケンミーっていう、ホッケンミー。これがホッケンミー。アボカドのスムージー、ライチとケーキ。美味しい、美味しい。今日はありがとうございました。またたくさんお願いします。お願いします。
楽しかった。いっぱいいろいろ取るために行こう。赤社長。それではこの動画がいいなと思っていただいた方はぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。皆様のいいねチャンネル登録が励みになります。ご視聴ありがとうございました。